行こう。シャークさん、おはようございます。えらい低いやん今日。え、今日はだいぶ感情が効いてるね。行ってくるで。今日はその同じ牙の皿買ってくるで。いけるかな。あ、いけるわ。よかった。走れ走れ走れ。おはようございます。ここ、空いてます？あ、ありがとうございます。やった。早いから、まあ、さっきこっちよいしょ。滑らす。滑らすから行こう。ちょっとしんどいね。こっちでしょうか。もう言うとこうか。おはようございます。1月13日、金曜日。柔道の東南と3、やっぱり気温高いな今日、雨の前やからな。5時53分、うん、カマスはね、まだまだ釣れない。あと15分ぐらいしてからかな。はい。今日は潮変わりはチャンスやで。渋かったからね。いつものステラ5000番でカマス釣るで。カマス今日ゴロゴロなの、なんでやろ。全然人いてない。びっくり。準備できた。水今日もじゃん。空っぽ。おお、低いな今日は。やばいな。だからポンプ水汲めるかな。ええー、けどやるか。仕掛けん。6時ドキドキタイムスタート。珍しくこの時間に見えたな。まだカマス来てないわ。もうちょい、13度に変わったな。しんどい。え、うわうわ、団子できてるやん。やばいやばい。あー、まあカマスだけやってくるか。最悪や。あー、よっしゃ。いてぃいたぞー。あー、刺さった。いった。何してくれてる。血わった。何してくれてんのかまず。痛いよほんまに。血だらけになったことや。かす痛いんじゃ。よっ、わ、切れた。嘘やん。いや最低。切れた。ああ。もう。さっきのとこやな。切れてもたやん。最悪や。うわ、糸がない。やばいわ。もう網の入れ、やり直しや。もう来たんす。早いね。おはようございます。何ですか。ハンってなんですか。何まだまだ釣りますよ。足らへんなるんで。足らんなるんで。カマース。
さばい。アジアアジアジアや。またアジア。おもりが飛んだんか。いろいろ起こるな。釣りたてのカマスちゃん行くで。なるで。行ってこいよ。行ってこいよ。知ってこいや。あの弁当後ろに置いてあるから食わんといてくれよ。あ、ほんますね。いいですね。ちょっとコーヒーだけください。コーヒーだけください。もらったで。やった、ジョーさんにもらった。これだけおぶり釣れるわ。ボスタイム。ボスちゃん。あ、ボスちゃんじゃなくて、ボンボスって言ってなかね。来てますよ。回ってますよ。上げる力がね。え？ああ。そのビラの水。これなんだよ。ビラの水。海の中で。水中ポンプってやつだ。はあ。失敗は。これどうや？来たー！来たー！来たー！回った回った。また7時で当たりないか。あ、うち入った。え？あれ？あ、あるわ。あれ？入ったのに出るな。そのまま行け、そのまま行け。え、絡みました？あ、絡んだんすか？めっちゃドキドキした。頑張れ。頑張れよ。よっそ。しゃ、しゃ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 。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。行ってこいやー。俺も売れの53取ってからお前この釣りやめたんか。めっちゃ有名になってるわ。その前にここでメジロあげたおじな。今年調子いい。今日初釣りですって言った日のメジロ釣った方ですか。あ、あ、そうなんですか。グレー。へえ、すごいですね。すげえ、かつこれいいな。これですね。魚卓取ったか。魚卓ね、頼んでるし、今どこにいる。湯浅、知り合いの知り合いのとこ。ちなみにあるのに、僕インターネットで頼みました。大きさ関係なしっていう。カラー魚ちょっと時間かかるし。カラー魚卓。え、カラーの魚卓。カラーも白黒もどっちも頼みました。5000円でしたね、1枚。安い。1メーターのサワラ実寸大で5000円ぐらいでしたよ。3万ヤング割引っていうのがあるらしい。え、3000円。30歳以下は3000円って。ああ、3000円やったら安いな。え、3000円かお前。若い子はもう生徒3000円か。え、3000円。はい、あ、多分本当は4000か5000円なんですけど。カラーやで。はい、カラー。はい、ヤング割引やって。ヤング割引だから。また我らシニア割引欲しいやろ。割増しになりますね。ちょっとでも安いお金で。いつでも言ってくれる。割増しやわ。終わりっすか。そうじゃ、まあ弁当置いといたらわけよ。あ、わかりました。食べときます。本業頑張ってください。はい、お先。はい、よっしゃ。ちょっと尻尾側に向けてね、フリーで行こうか。頼むよ、かましちゃん。頼んで、うん、頑張れ。よっそ。大丈夫、動けよ。あお、引っ張るわ。まだこんなことなってるな。えぐ、頭がない。やられた。頼むで、頼むよ。
うん。お、君はおとなしいね。大丈夫か？よっそ。ねえ、昨日もこんなんすわ。どうですか？誰一人当たりなかった。カマスも全くですか？カマスは釣れましたよ。はい。見てますよ。あ、ありがとうございます。昨日もカマス夜明けは渋くて、はい、明るなってから今ぐらいから釣れ、よう釣れました、ね。あ、そうですか。はい。で結局9時頃にサハラ一発走られて切られて終わりです。今しもう6人7人投げてて1人も当たりない。昨日と同じですねこれ。終了のアラーム。やばいな。またこれ昨日と同じかな。渋いな。ちょっと延長せなこのままでは帰れない。多分まあまだ来るやろ。サハラ。延長。もぐもぐタイム。釣れまへん。いいや、L92。久々ダブルマヨネーズ達成。シーチキンにエビ。やっと売ってた。ファミリーマート行ったら。うん、いくら食いますと。え、ボラバリの方がいいんですよね。はい。じゃあちょっとついちゃうですね。ついちゃいですね。かかりにくいですね。そうなんですよ。グッと来てもスルッて抜けるでしょ。そうね、あれぐらいでかい方が。でかすぎると今度またスルッてなるみたいで、これぐらいがいいみたいです。これ何号？何号やったか、18やったかな。釣り生地でいっぱい売ってますよ。はい、何号がいい言うたら教えてくれますわ。確か18って言ってた気がするんですけどね。これは作り方です。はい。すごい秘策。うわ、まだ空いてるし。すごいっすね。ちょっと使ってないクーラーあったんでね。これ使っちゃえと。使ますかね、この使います？今余ってるんで。いいんですか？あ、いいですよ。全然いいですよ。これで釣れたらなくなっても全然いいんで。20個ぐらい僕仕掛けましたんで。そんなあるんですか。、はい、やば。もうまとめ買いしたんで、箱買いしたんですよ。箱買いして重りももう1キロで買ったんで。ないですか。はい、全然。すいません、ありがとうございます、はい、ちょっと壊していただけます。これすんげえ便利よ。紹介しようかな、うん、はい、まずロックコールマンの60リッタークーラーを改造して、ずっとキャンプで使ってて、もう使わんなってね、買い替えて放置してたやつ引っ張り出してきて改造したで、うん、これアクリル板、アジが逃亡したり走行中にここからね水がバシャって出えへん、このアクリル囲って2つ入れたんやけど、この間の年末の爆風でパキッと割れて取れたんやけど。それはそれでもいいけどな。で排水2箇所、水道、はい、あるよ。今回の水道ね、あ、出るよ。手洗えるようにね、はい、排水2箇所、はい、でストリングはほら変えたで、ワイヤーに、ワイヤー式に絶対切れ、変えてから釣ってかけたいんやけど横も釣れへん。はい、ほんでペットボトルね、置けるドリンクホルダーに小物入れ、はい、これもね、かます用のハサのやつ、落下防止つけて、うん、便利よ。こいつもね、落下防止つけてるから、はい、大丈夫。アジね、アジすくうとき。なんといってもこれね、はい、竿立て。最高やで、竿立て。外れるんよね、これ。取り外しもできる。超、今使ってない。はい、でポンプね、ここポンプ設置つけてやろう。はい、バッチリね。保温も効くしね、ただのバケツよりクーラーやから。でタイヤついてるから運べるし、肩ベルトもつけたよ。一人降ろせるように運べるようにね、階段登ったら打たり、いいよ、最高。これでかますな、全然しねえんだかます。最高。またやー、浮きが。
浮いたり沈んだりしてる。またやられた。悲惨やん俺。シマフグかな。おい、大丈夫か。もう無理です。刺身でも煮るなり焼くなりしてください。分かった、帰ったら煮るなり焼くなりしたるわ。は、行ってきてよ。行ってくよ。うん、頑張るよ僕。よっしゃ、ええー、子や、ええー、子や。ああ、元気に帰ってきたな自分。なんかおった。うん、おらんから帰ってきたな。なんで帰ってきたん。あんたが巻いたからやろ。うまい。わかる。仕掛けね、簡単よ。はい、糸止めで、ビーズ玉、しもり玉にね、浮きペット、しもり玉、カラマンボ、はい、おもりで、なんや、ナス缶じゃあ、なんやった。これにつけてるだけよ、ハリス。それだけ。単調か。これやっぱり見切られてんかな。なあ、ハリス。悩むな。行ってや。君エレベーターで行って。頼むよ。いやちゃうで。行ってや。うん。仕分けにすんぞ、お前帰ってきたら。わかったか。やだやだ。そしたら壊れてこい。どっちかやで。ブリに食われるか、塩焼きになるか。頑張れ。あ、こんにちは。こんばんは。はい、そうです。やっぱり釣れました。ダメです。ダメですか。はい、全くダメです。愛知帰ってあるんですか。そうです。すごい、ね、もう慣れました。時間切れや。あ、時間切れだ。あ、残念。うわ、おー、ボコゴーラすげーわ。おー、長いこと続いてるやん。すげーな。おー、あそこにセットアッパー投げたいな。あー、危ない。あー、ありがとうございます。紐で肩ベルトで下ろしてもらったら僕伝えておきます。よっしゃ、よっしゃ。はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。やった、これはありがたい。ありがとうございます。めちゃくちゃ、けど水替えせんでいいの楽っすよ。全然いっちゃいますよ。しなへんすもん。ああ、待って、水量もね、変わらないしね。そうなんですよ。常に水、ほんでブクブクせんでいいし。だって他の人が持ってきてるやつ帰る1時間も経たんうちに死にかけてますもん。ありがとうございます。で、死にかけてるやつくれるじゃないですか。僕のとこ入れたら復活するんですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、お疲れ様です。お酒です。お酒いいっすか。あ、全然いいですよ。はい、はい、お酒です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダメでした。お酒です。シャークさん、あかんかったで。全然ダメやったわ。目線めっちゃ高なったな。え？あかんかった。その牙で食ってきたってくれ。そら。来週絶対取るで。バイバイ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。バイバイ。